平成23年4月11日月曜日、総理大臣官邸で第15回東北地方太平洋沖地震緊急対策本部および第13回原子力災害対策本部を開催しました。この日は東日本大震災から1ヶ月目にあたることから、会議中の14時46分、改めて亡くなられた方々に対し哀悼の意を表するとともに、ご冥福をお祈りするため黙祷が捧げられました。12日火曜日、総理大臣官邸で東日本大震災の発生から1ヶ月が経過したことを受けて記者会見を行いました。新しい未来の社会を作っていく、創造する、そういう復興でなくてはならない、このように思っております。今日改めて復興によって生み出される社会の姿について3つの考え方を申し上げたいと思います。第一は、何よりも自然災害に対して強い地域社会を作ること。第二は、地球環境と調和した、そうした社会を、システムを構築すること。そして第三には、人に優しい、特に弱い人に対して優しい社会を作り上げることであります。13日水曜日、総理大臣官邸で月例経済報告等に関する関係閣僚会議に出席しました。14日木曜日、総理大臣官邸で第1回となる東日本大震災復興構想会議を開催し、伊尾木部誠議長に諮問書、東日本大震災による被災地域の復興に向けた指針策定のための復興構想についてを趣向した後、今後の進め方等について話し合われました。まさにこの大震災は我が国にとって本当に戦後の65年の中で最も大きな危機であることは、もう皆さんも同感ではないかと思います。と同時に、この危機を乗り越えてどのように日本を、東北地方を再生させていくか、まさにこれからの皆さん方の議論がそのスタートになろうと思っております。15日金曜日午前、参議院本会議に出席。東日本大震災に対する国際的支援に感謝する決議案が全会一致で可決されたことを受けて所信を表明しました。我が国が未曾有の大震災に直面している中、多くの国、地域、国際機関、さらには広く国際社会の市民の方々から幅広い支援をいただいております。これは日本国民に対する国際社会の温かい連帯の表れであり、被災者を心から勇気づけてくれました。日本国民の底力と国際社会の協力により、日本の再生復活を果たすとの決意を新たにいたしております。総理大臣官邸に戻り、 JA 福島から東京電力福島第一原子力発電所事故による農業被害に関する要請を受けました。続いて、茨城県の橋本勝知事ほかから放射線汚染水の海洋放出等に対する申し入れを受けました。17日日曜日、総理大臣官邸でアメリカ合衆国のクリントン国務長官の表敬を受けました。